行きましょう。京都行きましょう。イエーイ、レッツゴー。どうもー。11番線到着の列車は10時53分発光635号新大阪行きです。11番線到着の列車は10時53分発光635号新大阪行きです。中席は前より1号車から5号車です。花が綺麗に咲いてます。うん、あ、綺麗。綺麗。暑い。今日も暑いね。暑い。本日はですね、京都御所、京都御苑に来ております。うん、いかがでしょうか。普通な感じで対面から話しかけています。あのモニター見てる感じはすごい空がめっちゃ青く映えるね。うん。広い。じゃあ歩きながらどうでしょうか。どんな感じで聞こえるかな。聞こえますかね。聞こえますかね。暑いです。暑いです。本日は9月の19日土曜日です。9月もね下旬だっていうのにね、暑いですね。暑いですね。暑いね。朝晩はだいぶ涼しくなったけどね。そうね。お花の違いどうですかね。やっぱ8の方が色が濃いめかな。あと暗いところとかでもしっかり写ってる感じがあるかな。うん、ちょっとなんか7の方が暗めに見えますね。本当だ。うん。あとじゃあ次歩いてみて手ぶれ補正とか行きましょうか。うん、別に手ぶれとかを気にせず普通に歩いてます。どうでしょうか。別に手ぶれとかを気にせず普通に歩いてます。どうでしょうか。別に手ぶれとかを気にせず普通に歩いてます。どうでしょうか。暑いですね。暑いです。暑いですね。もう全然あの8の方が、8ちゃうわ、9の方が、うん、こう自分がどこにいるかとか、うん、あの喋ってる様子は分かってすごくいい、うん、本当になんか撮ってもらう時でも安心やね、うん、ねえねえ本当にそうやね、うん、撮ってもらってる時でどう映ってるかなっていうのが分からんかったりとかがしたから、そう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 、なかなかすごいね、うんうん、で外でもまあまあ見えるって感じ、うん、明るい、結構明るい状態でも、うん、ディスプレイもよく見える、ね、ディスプレイもねよく見えるね、うん、いいね。そういい。これからまたこの GoPro ヒーロー9ともたくさんいっぱい旅行に行こうと思います。いっぱいいろんな絵を撮りたいな。はい、では本日はこちらスカイバス夕涼みドライブに乗ってみます。あっちのあそこのあの2階建てのバス、あれに乗ります。京都の街をこれでぐるり一周します。うちわとお水をいただきました。イエーイ、楽しみよね。どうですか。頑張ります、ね、頑張ります。どうやら明らかにない、うん、
関東星色が出てるのがこっちやね、間違いないわ、なかなか風が強いですが、どうでしょうね。どうでしょう、セブンです。ナインさんです、どうでしょうか。座席でございました。じゃあでは行きましょうか。では楽しかったね、よかったね、うん、ということでスカイバス夕涼みドライブに行ってきました。いや涼しくて気持ちよかったね。なかなか良かったです。はい、普段なかなかね、意外と知ってそうで知らない京都のこととか知れてすごい良かったです。良かったです、うん。今日は GoPro9 と7の取り比べということで、していきました。はい、どんな映像が撮れたか、まあ、ちょっと楽しみではあります。はい、はい、帰ってきてから編集楽しみにしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタン、グッドボタンよろしくお願いしますお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 、また見てね。